京都府立城南美思想高等学校は、京都府宇治市小倉町南堀池にある府立単位制、全日制高等学校2009年4月より、京都府立西宇治高等学校と京都府立城南高等学校を統合し、旧西宇治高等学校の校地に開校した。旧城南高等学校からは、城南の名称を、旧西宇治高等学校からは、交渉の、肥肢を受け継ぎ、 新高校の名称とした。校章は、城南高等学校校章の茶の実と、西宇治高等学校校章の菱の実を融合し、デザイン化したものを使用している。統合前の不立西宇治高等学校と不立城南高等学校の遠隔は、それぞれの記事を参照されたい。部活動の加入率は90%近くに達している。2016年度の部活動は、 以下の通りである。2016年度の在校生の出身中学校を、主な市町村別に分類すると、以下の通りである。2016年度の在校生のうち、約62%が、電車通学をしている。京都府立城南美思想高等学校、京都府立城南美思想高等学校創立10周年、記念誌2018年10月、P22。 京都府内公立校、中期の全日制1.02倍制度変更後の、最低更新。京都新聞。2019年6月30日閲覧。京都府立城南美思想高等学校、学校要欄平成30年度2007年、P78AB、高校は、どこへ第一部山城通学圏の三年受験専門学科進学実績人気を、左右。 京都新聞。2019年5月17日閲覧。京都府立城南美思想高等学校。京都府立城南美思想高等学校創立10周年。記念誌2018年10月。P23 京都府立城南美思想高等学校。今、輝きの瞬間。2018学校案内2007年。P1 京都府立城南美思想高等学校。 京都府立城南美思想高等学校創立10周年、記念し2018年10月、P10 京都府立城南美思想高等学校、京都府立城南美思想高等学校創立10周年、記念し2018年10月、P8 京都府立城南美思想高等学校、今、輝きの瞬間、P11、2015年 AB 京都府立城南美思想高等学校、 平成28年度学校要欄、P8、2016年2017年6月24日付、朝日新聞長官34面。ABC 京都府立城南美思総高等学校、今、輝きの瞬間、2018学校案内2007年、P9 京都府立城南美思総高等学校、京都府立城南美思総高等学校創立10周年。 記念誌2018年10月、P31ABC 京都府立、城南美思想高等学校、今、輝きの瞬間、2018学校案内2007年、P10 京都府立城南美思想高等学校、平成28年度学校用欄、P9、2016年京都府立城南美思想高等学校、平成28年度学校用欄、P7、 2016年、京都新聞2015年3月2日付、京都府立城南美史総高等学校、京都府立城南美史総高等学校創立10周年、記念誌2018年10月、P3。ありがとうございます。